とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ、行きたいと思います。デイリーチャレンジさんの、シンクの森だね。報酬が、アーティファクトです。ここのアーティファクトが、こんな感じです。ブラストだけが出るんだよね。ブラストだけは、まだね、一つ255があるだけで、もう一つ欲しいのよね。できれば256。はい。まあ、とりあえずブラストだけ狙っていきましょうか。あ、使うのは、あれでいこうか。ソウルビルド。ね、最近、これ使ってるので、ソウルビルドを使って、やっていきましょう。武器は無知ですね。で、そして、アーティファクトが、ハーベスタープラス、普通の矢筒。普通の矢筒もね、弱いやつしか持ってないんだよな。どこだ？あった。254だもんね。うん、256が欲しい。はい。まあ、とりあえず、ハーベスターじゃなかった。ブラストだけ狙いでやっていきます。プレイヤー HP が 20% 増加して、最後の叫びを持ってる。弱体化ね。OK。弱体化を持ってるっていうところです。じゃあ、まず、ちょっと待って。まずは、ソウルがないとどうしようもない。OK。まずはね、貯めないと、これ、ほんと何にもできないやつなので、OK。でも、一回貯まれば、だいたいいけんのよ。OK。で、別にキャプテンは、必要ないので、隅々までは探しません。いたら倒すぐらいの感じね。で、行きましょう。あ、なんかいるな。どこ？うん、いたら倒します。おっしゃー。強い。強い。さすがの強さ。OK。何ついた？プレイヤーダメージ 40% 減少。きついな。ダメージ減るのちょっときついな。でも、まあいいか。弱体化と相まってだいぶこれきつくなったのよ。どっち？こっち？うん、まあまあ、でもクリアはいけるでしょう。問題ないよ。この火力だったら。おう、キャプテンいた！別のキャプテンがいましたね。倒そうか。なんか偉いこっちゃ、ちょっと待って、動けない。危ねえ。ちょっと待って。ダメなの？よし、OK。脅威取れた。なんか勝手に、透明化が解けてたね。よし、あー、すごいな。ちょっと待って。えらいこっちゃ。そうか、そうか。やっぱ火力が下がるって、きついね。倒せないんだもん。倒せないから残ってる敵が増えて、もうどうしようもなくなる。あー、なるほどね。攻撃力ダウン。結構きつい。ちょっと待って、本当にね。うわ、いや、ひどいわ。ひどい。なんだこれ。こんな感じになると、あれだね、チャージ系が欲しくなる。うわ、きつい。ちょっと、すごいぞ。ここ、ひどいぞ。ここってボスいたっけ？どうだったっけ？いや、ボスいたらやだな。戦いたくはないな。まあ、ガストが2体とかでしょ？多分ボスだとしても。ちょっと待って、チャージ系がついてないから詰まる。これで終わりだ。うわ、でもちょっと矢も少ないって。あった、矢があった。ありがたい、ありがてえ。これ強制戦闘が結構続くよね。まだか。OKOK。でもまだ倒していけてる。来た、ガスト。とりあえず1体ずつしっかりといきましょう。うん、これは、あれだね、確実に当てないと。あ、倒した？よし。
あーもう行こう、もうここ嫌だ、ここ敵いない、あいないか、よし、オッケー、きつかった本当に。一応幸運装備でクリアするか、そしたらちょっと、いや変わんないか。それではお願いします、ブラストブラストブラスト、なんでだよ。戻ってきました。守護のトーテムはこれ今出たやつね。なんだ、あー全く同じやつ持ってる254か、畜生。はい、ということで、今日のアーティファクトの報酬は良くなかったです。でもブラストだけはね、ちょっと狙っていきたいところですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。